幸せの形で。ここにさしまったと思ったものがさ、見当たらなくて、いつかそれさえ忘れんだ。どれほど上手に心形作っても、きっと悲しみは君を見つけるよ。伝えて君に救った何かを、ただ僕に教えて、そして笑って伝えて君のね、描いた幸せの形を僕に。何をそんなに怯えるの、どれほど君が痛い身にまとっても、きっと幸せは伝えて君に救った何かを、ただ僕に教えて、そして笑って伝えて君のね、描いた一つの形、伝えて君が描いた何かを、また一つ教えて、
と幸せの形でした。